NEC V シリーズ。NEC V シリーズは、日本電機、NEC、現在は、ルネサスエレクトロニクスに、分離が製造した、マイクロプロセッサマイクロコントローラのシリーズである。数字が小さい方は、16ビットの8086、互換のシリーズである。数字が大きい方、V60 以上は、独自仕様の32ビットプロセッサのシリーズである。なお、 VR3000 などの MIPS プロセッサーや V850 などの V810 系列のプロセッサの名称も V から始まるが直接のつながりはない。名称の V はベルシーの頭文字を取ったものでビクトリーの意味も込められている。日本電機 NEC は2区続いて ACOS と大型コンピュータを開発してきたメーカーであり、またトランジスタ続いて集積回路を開発。 製造してきた半導体メーカーでもあった。NEC のマイクロプロセッサは半導体部門から始まっているが、NEC は世界で最初期にマイクロプロセッサを開発した企業の一つである。世界最初のマイクロプロセッサの一つである u PD707.708 に続き、NEC は1970年代には MUCOM シリーズを開発、展開した。m c o m シリーズには オリジナル仕様のもの、インテル系を、主とした、ザイログの Z80 も含むの互換製品や、類似仕様のもの、などがあった。1980年代に入ると、NEC は、V シリーズを開発、展開した。まず、1980年代前半より開発、販売していた8088.8086、互換モデルを CMOS 化するとともに、 内部バスの本数を増やして能力を向上させた V20V30 を開発した。また、これらの CPU をコアとして周辺回路を集積した V40V50 やより高性能化を図った V33 等へと展開した。しかし、V30 は低素により十分な正規を得ることができなかった。海外では8088コンパチで IBM PC 互換機、 p c x t 互換機に採用された V20 の方が V30 よりもメジャーである。一方で、より高性能を目指した独自仕様の 32bitCPU、V60, V70, V80 を開発した。また、V シリーズ以外にマイクロコントローラの78、K シリーズを展開している。V10 は欠番となっている。これは当初 CMOS 版。 Z80 コード保管 CPU である μ PD708 に V10 の故障を与えて販売を計画したものの訴訟問題への影響を考えて V シリーズから除外する方針としたため結局用いられなかったためである μ PD708 の元となった μ PD782 は μ u c o g 8 2と命名して販売したがザイログとセカンドソース契約をしていなかったため 訴えられている、後に和解。1990年代に NEC が開発した独自仕様のリスクが V810 である、V805、V820、V821、V830、V850 ファミリーと展開した。V30、MU PD7116 は NEC が製造したインテル8086の正確には、 NEC の MU PD8086、MU PD COM-86 の上位互換マイクロプロセッサである。外部バス8ビットの V20、MU PD7108 がある。V30 は PC-9800 シリーズのほか、同社の輸出向けノート PC のにも、V20 ではなく、V30 が採用された。V20 はワープロ専用機文豪ミニ5の一部機種や、一部の PC、 XT 互換機などに採用された。また、V30V20 のセカンドソース製品には、ソニー CX97116CX97108、シャープ LH7116LH7108、ザイログ Z7116Z7108 がある。ハードウェア面では、オリジナルの8086に対して、ピン配置が互換である。 信号のタイミングは8086のクロックのリューティ比が1、2なのに対し V30 は1、1と多少異なっておりこれに付随して他のタイミングの定義も異なるただし実際にはそのまま差し替えても問題なく動くことが多かったソフトウェア面ではバイナリコードレベルで8186上位互換であり オリジナルの8086に対しても上位互換である。また、8086.80186 80にない、いくつかの命令が追加されていた。V30 専用のアセンブリニーモニックは、8080 80からの流れを組んだ8086のニーモニックとは異なっており、V30 のニーモニックに対応したアセンブラはほとんど存在しなかった。また、 八万二百八十六とは異なる拡張をした命令群は八万二百八十六以後のインテル系 CPU ではサポートされないため積極的に用いられず市場では主に高速な八千八十六とみなされて利用されていた一方で一部のソフトウェアは v 三十固有の拡張命令を使用していたため p c 九千八百一ではソフトウェア資産継承の視点から しばらくの間は V30 とインテル系 CPU を両方実装し切り替えて使用する方式を取った。エプソン PC シリーズでは V30 を搭載したのは PC-286U や初期の PC-286 ノートなど PC-286 シリーズの極部の機種のみで、それ以外の機種ではこのようなソフトウェアの中には正常に動作しないものもあった。 1990年の PC-9801DA-DS-DX 以降の機種では PC-98GS など一部を除き PC-9800 シリーズも V30 を省略したため同様の問題を抱えることになったがその頃にはそのようなソフトが少なくなっていたためあまり表面化しなかった。なお NEC 自身は V30 固有命令の使用を推奨しない旨を案内していた。CPU 内部のバスを増強してデータ転送効率を上げるとともに、所要クロック数の多い乗算、除算命令をハードワイヤード化し、命令実行に要するクロック数を削減したため、多くの命令を8086の約2、3のクロック数で実行可能となり、単純に CPU を差し替えただけで、 同一の動作クロックで数から数ント高速で演算処理を行うことができた。マイクロコードの著作権がセカンドソース契約で問題となり、NEC は先手を打って1984年、V シリーズがインテルの著作権を侵害していないことを確認する訴訟、債務不存在確認訴訟を起こし、これに対してインテルが反訴したため裁判は長引いたが、 5年後の1989年に V30Y8086 の著作権を侵害していないとの判決を得た。ただし、その直接の理由は、8086に著作権表示がなく、当該製品に対して著作権が認められないからである。一方で、マイクロコードにも著作権があることが判示され、互換プロセッサの製造が困難となった。 86K のマイクロコードの著作権への抵触を回避するために完全にハードワイヤード化された V33K へ移行した。V30 は μ p d 8 0 8 0 a f ムマイナス8 0回を基にした8080 80エミュレーション機能を実装していたのも特徴の一つである。v 三十は百八十六とはバイナリ上位互換が保たれていたが、 V30 独自命令を8286で実行すると無効オペコード例外が発生し、8386以降ではインテルが別の命令を割り当てているため、ご動作する。V30 がマイクロコード著作権で訴えられたことを受けて内部論理のハードワイヤー化を行い、マイクロコードの違法使用をしていないことを明確にするとともに、 マイクロコード実行にかかるオーバーヘッドを削減して実行処理速度の向上、アドレス空間の拡張を図ったものである。68ピン PLCC 及び PGA74 ピン QFP による製品が提供され、40ピン、ディップパッケージの8086と直接差し替えて高速化を図ることはできなかった。後に V50 の CPU コアをこのコアに置き換えた V53 も開発されている。8080 80エミュレーションが省かれている。V20、V30 をコアに8086用周辺チップを集積したマイクロコントローラ。既存の8086応用機器にて複数のチップをまとめて置き換える用途向け、PC-98LT e や PC-98HA で使用されている。 内蔵されている周辺回路は以下の通り。なお V40V50 をベースとしたカスタム CPU もいくつか存在しており、PC-88VA に搭載された MU PD9000 に V52Z80 エミュレーション機能を追加したものなどが代表的な存在である。独自仕様の32ビットマイクロプロセッサとして開発された。 3 2ビットレジスタを32本持ち、全く独自の命令セットであり、非常に豊富なアドレッシングモードを持った直行性の高いアーキテクチが特徴である。また、複数の CPU を並列接続して相互に監視することで、フォールトトレラントシステムを構成することができた。初めて不動小数点演算ユニットを1チップに内蔵した。内部3 2ビット構成。 外部16ビットバスの V60 と内部構成外部バスともに32ビット構成の V70V80 がある。高信頼性システムを構成できる利点を活かして NTT の交換機に使用された。一部業務用ゲーム基板イセガシステム32の CPU としても採用されていたがその採用理由は市場にほとんど出回っていない CPU のため。 逆アセンブルや違法コピーの対策になるという、いささか後ろ向きなものだった。また、V60V72 は V30 エミュレーションモードがあり、旧来のソフトウェア資産も継承可能となっている。1990年代に入って、V810UPD7732 がリリースされた。型番上は、 V が付いているが直接のつながりはない全く別のアーキテクチャに基づくリスクである。ヘネシー、パターソンボンに見られるような典型的な5段パイプライン構成を取る。既存組み込み用 CPU シリーズの代替あるいは後継機種として組み込み用途に使用されている。また V810 は日本電気ホームエレクトロニクス製の家庭用ゲーム機 PCFX。 ニンテンドー製のバーチャルボーイ、ブレインパドチポにも用いられている。V850 シリーズは、ルネサスエレクトロニクス製半導体製品のうち、例えば記録型 DVD、HDDVD、BD ドライブ向けチップセットであるスコンボーシリーズの CPU、あるいはスコンボーシリーズに属するワンチップコントローラの内蔵 CPU コアとして提供されており、これらは、 ソニーオプティアークやパイオニアといったメーカーによる広角ドライブ各種に採用で大量に使用されている。他にも家電や FA 機器のサーボモーター、乗用車用の来年機関や各宿動用モーター制御、その他の各種多様なオペレーションに人知れず大量採用されている。一部アセンブラの書式が V60V80 に似せてあり、従来、 V60, V80 向けソフトウェアを開発していた。プログラマが学習しやすいように配慮されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。